はいどうもこんにちは、リュウボンです。闘技伝2続きの方やっていきましょう。今回はヨモツイラツメとイテナミだ。みんな大嫌いなヨモツメだ。ヨモツメってなんだよ。ヨモツイラツメだ。7匹。よいしょ。もういいかこいつは。7匹かけたんだよ俺。猫すごいでしょ。これ拾っていい？拾わない、拾わない。あそこまでやっといて拾わない。おら弱点。よいしょ。弱点ではないけどね、土だから今。うん、そうそうそう。さあ、じゃあちょっと張り切ってね、頑張ってまいりましょう。おお、超怖い、超怖い。いいね、いいね、いいね。よしよしよし。でね、そうそうそう、俺にね以前リュウボン人形を作ってくれた方、猫のフェルト人形をね作られて、今ちょっとその話をちょうどしてたんだけど、すごいいい話、いい話なんですよこれが。痛いなぁ、死んじゃうよこれ。さすがおぼっちゃまくんですね。あ、おぼっちゃまくんどうなんだろうな。あの頃何匹飼ってた頃はお金持ちではなかったと思うよ。普通だったと思う。でまあまあちょっと話今あれですけど、で俺にね流紋人形を作ってくれた人がね、本業というか本来はその猫とかのフェルトのねぬいぐるみっていうか人形をね、こうすごくリアルな人形をこう作られていた。この間ねそのもちろん俺はまあツイッターのにまあ公開されている情報までしか知らないのでその範囲で言うけど、ね、このよいしょ、そのお客さんがね一人いてね、そのお客さんがから猫のねよいしょ、猫の人形のね発注があったんだけど、単純にその可愛い猫の人形を作ってくださいっていうような話ではなくて、すごくこう可愛がっていたね猫がいて、でその猫とねそっくりな似てる感じで作っていただきたいっていうようなオーダーだったのね。それがさね完成品ちょっとツイッターの方で見させてもらいます。写真とね並べて、すごいそっくりな、しかも可愛い猫の可愛らしさがちゃんと出てるっていうね、すごいすごかった、いやそれでねちょっと今猫の話になってさ、こいつ池波か、そう猫の話になってね、で猫の表情がねすごくよく出てるっていう話をちょっと今してたんだけど、俺猫をね7匹飼ってたことあるんですね。どっかの動画で言ってると思うんだけど、やめてなんだ、もうずっともう空に飛んでそうやって、あやったよいしょ、うわら、ちょっとね君キンキ邪魔、すごく邪魔。オッケーで何匹飼ってたからね、結構猫には、ね、よく接することが多かったんだけど、その俺が言うみたいなね、クソわけのわからないお墨付きを無理やりねベッター貼ろうとしてたところだったんです。そうそうそう。っていうね流れ、話の流れでした。あそうそう、今回もね前回に引き続きニコ生の方で、ちょっとマルチの方で、ね、ちょっと協力してもらってやらせていただいております。よいしょ。そんな話があってね、でまあその話になったのがね、俺が今つけてるニャブラハムのね、猫の話からになったんだけど、ニャブラハム可愛いんだよね。全部見てるはずなのに7匹は引き逃しました。全部見てるはずなのに7匹は引き逃しました。もしかしたら生放送かもしれない、どっかで言ったはずなんじゃない、なんか全部見てるってマジでなんかすいませんね。何、じゃあね、ゼルダの伝説の不思議の帽子とかも見てるの。あ、これはね、まずいやつ。うわぁ。あれね、マジで痛いんだよ。当たると。痛
ていうか、なんで俺玉振り使わないんですかね。趣味ですか。窮地に陥っても玉振りを使わない趣味。よろしくお願いします、リュウボンです、つって。痛いな。ちょ、うるー、暴言アホ。いいね。そうだな、この音響があまりにも使えなくてびっくりするよね。使えないっていうか、いや、もちろんね、用途、うい、使うシーンがね、マッチしてればすごく便利な玉振りなんだけど、よいしょ、痛いな。 ありがとうスピオネさん。死ぬやつ、死ぬやつ、死ぬやつ、俺が死ぬやつ。よっしゃー、おお、ちょ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 、いい、危ねえ。なんで鬼あえて使ってんだよ。全部見てます、心が折れたシリーズも。マジか。心が折れたシリーズはね、あれはね、結構 あのシリーズもっと続けてほしいっていうくれてる人がね、ちょっといたんだけどね、今のところ心折れるシリーズはね、あ、そっか、だからサベージランズも心折れたから、やるべきだったんだね、もしかしたら。しろ、おお、助かった。マジ、今のは助かった、今のは助かったな。マジで、もうマジで死ぬって感じだったね、今まさに。痛い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 。いやいやいや、つくよみさんありがとう。つくよみさんの武器がね、麻痺武器だったんだね、だから。いやー、危なかった。身弁記録使えって感じだけどね。なんか意図があってね、使ってないわけじゃないんだけど、なんか知らないけど、まあいいか、これは身弁記録使え。うわー、よしよしよし、いいぞ。うー、しまったー。あれ、クーがいる？ん？なんで俺は今、新面記録中の玉振り感覚のあれか、短縮のスキルやな。今玉振りのね、使用感覚がすごい長くなってて、よし、おら、新面記録延長つけてるからね、結構長い。だから本当にバンバン使わないといけないんだけどね。あ、俺あれじゃんか、よいしょ、これ持ってんならやらないとな、ね、大直美ね、大直美はね、本当に一人でもこのスピードなんで、鬼払いが絶対やるべきや。でしかも京都ゲージがバンバン上がるからね。終盤まで赤サイトになりました。お、あぶねえ、今、あれ使うとこだった。よしよしよし、ナイスナイスナイス。よしよしよし、なんだ、不動金縛り使うとこだった。シルバーウィークの企画、決まったよ。決まったよ。みんなびっくりするよ。俺の動画では、初の試みをやりますよ。ちょっと自分でハードル上げてるけど、上げるだけのことはする。俺もね、おお、なかなか行動的になったなと自分で感心してるぐらいだな。行動的って言うと、なんか別にね、なんか外取りとかするわけじゃないしね、別に。うおーおお、みんなで。俺ね、いつね、誰か死んじゃったんだね。終盤まで赤目くんになりました。よいしょ、 OK OK、 よし、まあちょっと楽しみにしておいてください。まあちょっとまだね、ちょっとまあ不安なところはあるっちゃあるけど、初で、初どうしたらいいんでしょうみたいな感じで。よいしょ、楽しみ、夜ですか。楽しみ、夜ですか。生放送、あ、待って、あ、シルバーウィークの生放送か。ごめんごめんごめん、企画自体は別に生放送ってわけじゃないです。
動画の投稿になります。あ、そっか、そんな言い方したっけ。そういうわけじゃないんですか、うん、まあちょっと楽しみにしてみます。これはあの本当に誰にも言ってない、まあとある人にだけ、うぅい、ムカつく、うぅい、死ぬ、うーん、なんもなかった、ムカつくぜ、にゃお。そういえば、うぅ、やばい、くっそ、腹立つ。起き上がるよ、俺は起き上がらないよ、俺は起き上がらない、一生寝てる。空中で身辺記録いけんのか、すごいね、素晴らしいね。はい、刺さった、オッケー。あれだな、生、あ、はい、というわけでね、ニコ生の方はちょうどあと20秒ぐらいでね、枠が閉じるという感じですが、動画の方も一緒に、終わるということなんですね。お疲れ様でございました。それでは最後までご視聴ありがとうございます。どんなんだろう、ワクワクが止まらない。ワクワク止まんないだろう。まったな。